排行性ストランドボード。背行性ストランドボード。背行性ストランドボード。OSB、オリエンティッドストランドボードとは、木質材料の一種である。日本のオリン規格では、構造用パネルと呼んでいるが、この故障は、OSB のみならず、OSB が実用化される以前から存在していた、木質系の構造用合板代替品。現在では、捨てれているものもある。 全般について一般性を持たせた規格として制定する際に作れた名称である。したがって OSB の日本語訳が構造用パネルというわけではなく OSB は JAS が定める構造用パネルの一種である。また JIS においては OSB はパーティクルボードの一種として規格化されている。なお、後半に対する単板積層材の関係と同様に OSB にも同様な素材と製法で作られるオスル、ウリアントドストランドランバーという製品があり、こちらは板材ではなく、種として、軸材として使用される。ジャスでは、現在この製品に対応する規格はない。もともと OSB は、アスペン、ポプラの一種、北米のミリオジュ種など、柔らかで曲げ強度も低いため、そのままでは、 建材として利用しづらい低質の紅葉樹を加工して、構造用の材料に使用できるよう転換させたものである。具体的には、木材を薄い作編状にしてから乾燥させ、熱硬化性接着剤と共に積層し、高温のプレス処理を経て強固な板材にしている。作編状のエレメントは、パーティクルボードに用いられるものより面積が大きく、薄い形状をしており、 木材の違法性をより多く残している。なお、その見た目の印象から、OSB は、破材や廃材のリサイクルだと誤解されることも多いが、あまり使い道のなかったアスペンを使うために、開発された技術であるから、材料のアスペンは、ほとんどの場合新品の丸太である。使用される接着剤としては、構造用合板と同様にフェノール系や、 イソシアネート系のものが一般的である。前者は熱効果反応を実現させる過強剤としてホルムアルデヒドを含む。本来、フェノール樹脂は化学的に安定なので、熱効果反応で消費されたホルムアルデヒドは、フェノール樹脂の分子の一部として化学的に固定され、樹脂の分解などによって放散されることは少ない。しかしかつては、 効果反応を促進するため過剰にホルムアルデヒドを加える例があり、反応で余ったものはボードから放散されるので、シックハウス症候群の原因と指摘されていた。近年は必要十分な量を加えるよう正確に管理されており、ジャスの認定を受けた会のものであれば、構造用のみならず人が直接触れることもある、内装仕上げに用いることも建築基準法でになれている。なお、 イソシアネート系接着剤は、最初から、ホルムアルデヒドも、また化学的分解などによって、ホルムアルデヒドになりうる成分も含んでいない。イソシアネート系接着剤はやや硬化であるが、接着剤の主材成分を、過強反応で硬化させるのみならず、木材の主成分であるセルロースの水酸機とも、反応主化学結合によって、木材の繊維と強固に固着るので、 所定の接着強度を実現するために必要な量が少なくて済み、反応速度も比較的早いので工場での生産性を高めるというメリットがある。材料代は高くても生産コストの引き下げ効果の方が大きい場合もあり、さらにほぼ無色であり見た目を損なわないこと、そして前述のようにホルムアルデヒドを含まないので、ホルムアルデト不使用と明記して製造販売することが ジャスで認められているという商業的な付加価値もあるので、OSB のみならず他の木材接着の分野でも採用が広がっている。軟弱な木材を一旦薄いエレメントに加工し、接着剤と共に加圧成形で丈夫な構造材に転換するというアイデアで製造された初期の製品のボードはウェファーボードと呼ばれ、エレメントの向きはランダムであった。しかし、その後の研究で、 エレメントの強度の違法性を積極的に利用し、その向きを層ごとに直行するよう制御した方が、ボードの度や寸法安定性が増すと分かったので、各メーカーがその技術を取り入れるようになった。こうして新たに商品化されたボードでは、エレメントが従来のようなランダム配置ではなく管理されることを明示するため、配構性、オリエンテドという言葉が名称に加えられた。 ウェファーボードを生産している工場はわずかに残存しているが、ほとんどが OSB に切り替わっている。なお、エレメントの向きはあくまでも確率的なものであるから、合板のように正確に直行しているわけではない。これは OSB の欠点ではなく、斜め方向のエレメントはボート内で筋回のような気をするので、層ごとにエレメントをほぼ直行させつつも、角度に 適度なバラつきを持たせる、要生産工程を管理することは、工事の面内ん断力強度を高めるため、重要である。また、北米産、主要生産地は、カナダの OSB の大部分は、現地で豊富に入手できる安価な紅葉樹を使用しているが、地域によって樹種は、多少異なっており、また単一の樹種を使っているとも限らない。メーカーごとに、 複数の樹脂をどういう割合でブレンドするかなどについても独自のノウハウを持っている。一方、ヨーロッパで生産されている OSB では、紅葉樹よりもむしろ入手しやすいヨーロッパ赤松を使用し、こちらは単一の樹脂を材料としている例が多い。近年は生育の早いユーカリやポプラ、北米から持ち込まれたアスペンを用いたものが中国や東南アジアで生産されている。 単純な木材として比較するなら、アスペンはヨーロッパ赤松よりも軟弱であるが、OSB に加工する工程において十分な強度が付加されており、ジャスあるいは各国の品質規格を満たしているせいであれば、エレメントの素材が何であるにせよ構造材として必要な特性は保証されている。見た目の色合いなどは素材や製法によって異なる。OSB は、 後半や修正材よりも小さな木片を材料にできるため木材の利用率は高く細い木材や成長は早いがまっすぐに育ちにくいタイプの木でも材料にすることができる。珍しい例としては竹を材料としたものもある。日本においては未だ研究試作段階であるが内装には家屋解体などで生じた廃木材を破砕したものを使い、 外側は国産の間伐材などから作った木片でカバーするようなものも考えられている。OSB は材料として使える樹種の選択の幅が広く、まず樹種を決めてから次に材料の特性に合わせた製造工程を設計し品質規格を満たす製品にすることが可能である。そのため森林資源の持続可能な利用という観点からエレメントの素材として 法が更新されやすい樹種、すなわち伐採されても切り株からすぐに新芽を、出し比較的短期間で回復するような樹種を選択し、植林、伐採、天然更新を適切なサイクルで、継続的に維持管理することも期待できる。アスペンも、法が更新されやすい樹種の一つである。OSB の日本語訳は、廃構性ストランドボードであるが、一般には特には訳されないまま、 OSB という名称が広く使われている。ホームセンターやウェブサイトなどでは、OSB 合板という故障も散見されるが、OSB はパーティクルボードや MDF などのような木質ボードに類似する性質を有し、合板とは製法も性質も異なっており、例えば湿気で膨れることがあるなど合板とは違う癖を持っているので、合板を略称として用いるのは、 間違いのもとであり、注意が必要である。前述のように、まず北米で考案、開発され、北米、欧州が主な生産拠点である。日本には輸入住宅と共に輸入されたが、当初日本国内には建築設計のための規格が存在しなかったことから、1987年、構造用パネルという名称で、日本農林規格が制定された。規格策定の時点では、 必ずしも OSB のみを対象にしておらず、OSB 以前から存在したウェファーボードも含んでいる。なお、日本工業規格の JIS A5908 パーティクルボードにも OSB の規格が追加されている。国内の間伐材の用途として1990年代から期待されており、試作レベルでは十分な性能のものが得られているが、典型的な装置産業であるため採算性を、 確保するためには大規模な工場でなければナッツ。他方、間伐材は運搬のコストが高いため、大工場を建設しても十分な稼働率を維持するのは困難とされており、2011年現在も日本国内での商業生産はされていない。日本の木質ボードメーカーは OSB 分野に進出するよりも、むしろ既存の MDF やパーティクルボードの特性を改良し、 体力壁として使用可能なものを開発する方向に力を入れている。なお、JAS の認定を受けていない造作用のものであれば、国産の杉やヒノキあるいは廃木材を原料とした OSB もしくはウェハーボードに類似した製品も少量ながら流通しているが、これらは特性が保証されていないので構造材として一般的に販売することはできない。 強度試験などを実施し必要なデータを用意して建築基準法に基づく国土交通省、旧建設省の大臣認定を受ければ構造材として使用することも不可能ではないが木材市場から安定的に調達できる JAS を満たした OSB よりも高価であり通常は装飾的な糸で内装材、造作材に用いられる以上のような状況にあるため 現在、OSB の国内需要はすべて輸入によって賄われている。輸入量は景気動向の波に沿って変動しているが、基本的には増加傾向にある。財務省貿易統計によれば、2009年度の OSB の輸入量は146,964メートル、2010年度は1 6万8 5 3メートルであった。また、 特記事項として2011年度は2011年3月の東日本大震災によって住宅建材の復興需要が激増したことに加え東北地方にあった合板工場の多くが被災し供給が滞ったことによりそれまでは OSB 独特の外観ゆえに使用を敬遠していた志向主や住宅業者による採用を進んだ 2011年4月から8月の OSB の輸入は、ピーク時には平常時の3倍に達し、その後各し建材の供給ルートが回復するにつれ、例年通りの水準に戻っている。2011年度の OSB の輸入は248,462メートルであり、そのうち80%以上が、カナダ産、ニ以カに、ドイツ、ポーランドが続き、この3カ国で、 輸入量の99.8%を占める。なお、OSB の登場により、ウェファーボードは市場からほぼ完全に駆逐されており、2011年度の輸入は2180メートルに過ぎない。後半と比較して、面内先断力に対する強度が大きいため、壁や i ビームのウェブに最適な材料とされ、北米では住宅の構造材として広範囲に使用されている。 2X4 広報では、OSB は従来から建物の強度を確保する基本的な構造材であった。日本においては、1995年の阪神・淡路大震災で多数見られた木造家屋の倒壊に関する詳細な分析と反省から木造建造物に関する建築基準が大幅に改正され、在来木造軸組工法の建築物でも、OSB や、 構造用合板などの面材を柱に打ち付ける、あるいは柱の間に、筋替えとして斜め方向に軸材を挿入するなどで地震や台風による横方向に建物を歪ませる、力に抵抗できる強度を確保することが義務付けられた。これにより OSB や構造用合板は、使用する工法が 2X4 工法であっても、在来軸組工法であって、 現在の一般的な木造建築における基本的な構造材として広く普及しており、ホームセンターなどでも容易に購入することができる。近年の動きとして壁面のみならず、これまでもっぱら 24mm28mm、mm、の厚物構造用合板の独占状であった床下地に OSB を使用することも検討されているが、その一方で原料のエレメントは、 ご飯より小さいため、日本のような温暖湿潤気候では、耐久性に問題があるとも言われている。また、日本では、特徴的外見から注目が集まっており、壁下地に貼った OSB を露出したまま仕上げたり、店舗の増作材としてもしばしば使われている。しかし、高湿度環境では劣化しやすいために、水回りでの使用は避けるなどの配慮が必要である。市販品の中には、 木口面からの水分の侵入を防ぐため、工場出荷の前にあらかじめ木口面に防水塗装を施しているものや、プラスチックフィルムによるラミネート加工をしたものもある。用途の広まりを受け、ラミネート加工した OSB に関しては、その耐水性能などついて、現在 JAS で標準規格化が検討されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。